待てばカイロの潮に浴び。あ、寝起きがいいのお前ね。なんだよ、おいらのことかい。お前さ、江戸っ子だってね。神田の生まれよ。いいね。その清水次郎長って人はそんなに偉いのかい。街道一回27歳になってしまいました。やっぱり、まあ、こだわりというか基本あんまり自分のこだわりってないんですよでもやっぱ一番大事にしたかったのはこの高円寺で初めて大衆演芸をやったことのない場所で初めて大衆演芸をやるっていうのと、あと立花劇団のこのチームワークだったり絆の深さみたいなのをちょっとでもこの初めてのお客さんでも感じてもらう、そういうなんか公演にしたいなと思っていたら、すごく深いものなんかみんなでできたなという思いで、なんかこうなるようにしてなったようなそういう公演ですかね。眠たいです。疲れました。でもまだ夜があるんで頑張ります。自分じゃ大人だと思ってるかもしれないですけど、ひょっとしたら周りから見たらまだ子供かもしれないですやっぱり今日も出ていただいた小林誠座長は、まあ、ちょっとお兄ちゃんみたいな感じで、やっぱりあと仲いいのはスーパー兄弟のリュービレ座長と南條景虎座長で、あとは弟みたいにみんな年下の人たちもすごく僕のことを今慕ってくれるっていうか懐いてくれてるんで、すごく嬉しいですし、上の人たちは上の人たちでみんな僕を可愛がってくれるん で先輩たちは先輩たちですごくやっぱ総座長のお付き合いもあって、僕のこともすごく子供みたいに可愛がってくれるんで、すごくなんて言うんですかね、同年代みんななんか同年代じゃないですけど、みんな同じこのライバルとして僕見てるんで、一応舞台なんですね。仲いいといったらやっぱり特に仲いいのは、まあ、ビレー座長と誠兄ちゃんですかね。正直言うと高円寺でその大衆演芸をやるっていう話が出てたんですけど、その時は別に誕生日公演じゃなくて普通の立花劇団の特別公演でやろうという運びだったんです。もうなんか不思議なことに今お正月の横浜の三好演芸場で公演してるんですけど、三好演芸場って毎週月曜日お休みなんです。でちょうどこの27日が月曜日でお休みで、じゃあもったいないねっていうので、じゃあせっかく高円寺お話いただいてたから、自分の誕生日公演だったらやっぱ東京の舞台でやりたいっていうので決まったんですよ。だからすごく不思議なこの 縁というか、 なんかなるべくしてなってたのかなとかやっぱ思いますね。一番初め見た時は客席から舞台を見たんですごく見やすくて、あとこんなこじんまりして集中できる劇場かなという印象でしたね。あとは結局今までその大衆演技やってないから、これから僕たちが初めて乗って、いやここは今度はこういう風にしなきゃいけない、ああいう風にしなきゃ、もし乗せていただけるならもうまたこういう風に違うこう工夫をして、もっともっと大衆演技を見やすく作んなきゃいけないなと思いましたね。最近気づいたんですけど、実は私涙もろいんです。昨日もそうだったんですけど、今日もめっちゃうるうる来てる。総座長も涙もろいんですけど、なんか変なところで泣いちゃって、昨日前の日も前日公演があったんですよね。その時もみんなで稽古してた芝居の幕開けが、なんか総座長が横で火頭を持って打ってくれたんですよ。日頃絶対打たないんですよ、総座長と火頭とか。その姿を見ただけでなんかこう込み上げるものがあってなんか工場挨拶の時も泣いちゃったんですね。総座長が木頭持ってくれててみたいな感じで、自分でも後で なんで泣いたのかよく分からなかったんですけど、最近、この年になって涙もろくなりましたね。年取りましたね。はい、めちゃくちゃいいです。皆さんロッテリア、やっぱりマックに行きがちだったんですよ。ロッテリアちょっと騙されたと思って、絶品チーズバーガー食べてみてください。やばいです。ビレー君と僕今めちゃくちゃやばいです。ロッテリア見たら絶対に酔います。絶品です。それはもう別格でしたね。
ありがとうございます。その久しぶりに東京でのロングランの公演が今のところ予定に入ってるので、まだ分かんないんですけど、予定に入ってるので、ちょっと今までと劇団全体に工夫を一つ考えなきゃダメだなと思って、そういう一つ進化をしなきゃいけない年だと思ってますね。今年は27歳になって、まあ、もちろん目標というか、これからも一つ自分の信念で変わらないことは、立花劇団の立花という火を絶対に消さないこと、灯し続けていって、もっともっと大きな炎にして、もっと劇団員で立花劇団を守っていけるような、そういったみんなの絆の深さというか、そういった力をつける27歳の年にしたいなと思ってます。もう27歳になってしまいました。これからもっと年取っていきますけども、どうぞ見捨てないで可愛がってください。そして初めてのお客さんは、またこれから先立花劇団もっともっと知っていただいて、いろんなことを教えていただいて、もっと大きな立花の花にしてください。よろしくお願いします。D、誕生日おめでとう。これからも一緒に若い座長として大衆演劇を発展のために頑張っていきましょう。お互いまだまだですけど、お互いに力を合わせればきっといいものができると思います。共に頑張りましょう。誕生日おめでとう。まあ僕も、改めて、まあ、こういう機会っていうのは本当に自分にとっても興奮材料にもなるし、また新たな発見ができる公演なので、出させていただいてね、本当にありがたくも思ってますし、もうこれも本当毎年ずっと誕生日ずっと出させていただいてます。まあ、お互いに大五郎座長も僕のところに来てくださって、しょっちゅう共に舞台はしてるんですけど、本当にいい舞台だったなとそう思いました。期待すること、期待すること、もう期待することはありすぎて言えません。もうめちゃくちゃ何もかも期待はあります。それは自分で考えてください。僕は27歳の誕生日したのが埼玉県の大宮の湯の里というところで やらせてもらって、その時に三男の弟正俊が一番最後の僕の誕生日公演の出演となって、すごい思い出がある誕生日公演です。やっぱ27歳の年は正俊との別れで、震災で、また立花大五郎の襲名の年でもあったんですね。だからすごいいろんな経験を積んで、いろんなものを吸収して、またいろいろいろんな先輩や、先生方に教えられてスキルアップできた。27歳ってそんな年じゃなかったかなって今思い浮かべれば、そんな年でしたね。だからきっと大五郎座長も
この27歳の年でまた出会いや別れがたくさんあると思いますけどね、まあ、僕はもうそういった年でしたね。子供です。俺もっと子供、赤ちゃんかな。ああ、よかったですよ。ホール的には僕はあの客席側から見たらすごいいい劇場だなと思いますしね、あのなんていうのかな、こうお芝居のしやすいあのステージでしたね。よかったですよ。はい、公演いいですね。どんな公演、やっぱり大衆演劇の根本を知ってもらいたいから、やっぱり先代からやってるお芝居とかをしっかりやって、で、まあ、もし一つ公演するんだったら前半はもう古い大衆演劇して後半は新しい大衆演劇をするっていうようなお芝居をねしたいなと思いますね。こういうところだったらね、知ってもらうために、これからも立花大五郎ともどもまた劉備で私もう仲がいい友達なので頑張って力合わせて大衆演劇の発展のために努めます。どうぞ末永く応援よろしくお願いします。自分の27歳って言ったら役者初めて、2年ぐらいの時なんですけど、まあがむしゃらでやって何も右も左も分からなかったんですよね。身引きと思いますけど最高でした。そうですね、やっぱり若い人たち、在員の人たち、周りに囲まれてるんですけど、そういう人たちをやっぱり大切にして、今の僕にとっては三代目座長、副座長、花形、頭、在員の人たちみんな宝ですので、こんな素晴らしい宝があるからその宝を大事にして成長していってもらいたいです。そうですね、まず上下関係っていうのをしっかりしてほしいなと思います。で、休みなんかがあったらやっぱりいろんなことでその時間を大切にして勉強してもらいたいなって思ってますね。人のことは言えないんですけど、お酒飲むのもいいんですけど無茶をせずに事故のないようによろしくお願いします。ブームっていうかやっぱり関東、関西、九州ってずっと乗ってるんですけど、やっぱりそこそこで客層が違うと思ってます。で、そこにどんな演目を持ってくるのか、どんな描写を持ってくるのかっていうのを楽しみですね。そこにあったようなショーを持ってくるとかいうのが楽しみだと思います。で、全然負けませんよ。私はまだ若い子には負けないと気持ちはあります。体はついていきませんけど負けません。頑張ります。いやー、この僕の27歳の誕生日公演一生懸命頑張りましたんで、ぜひ皆さん見なきゃ損です。 DVD 発売しますんでぜひ見てください。よろしくお願いします。